河川名標小竹川と田栗川の合流地点。田栗川は千葉県四街道市、桜市を流れる利根川水系の一級河川。なお、手見沢川は五表記である。四街道市中央付近の市街地に源を発し、北流する。水源付近に四街道第一浄水場があり、田栗川の近水のみで受水している。桜市にかけて中流部には、 緩やかな、貸し眼球が形成されている。下流部は、電磁が多く、小竹川を合わせると間もなく、西インバルマに交流する。正式には、薄井台の形成本線軌道より上流部は、上田栗川という名称である。田栗川区間は一級河川、上田栗川区間は、巡洋河川にそれぞれ指定されている。茅橋付近より上流部は、四街道雨水幹線という、 公共下水道水管線である。桜市の主要河川の一つであるが、川幅は小さめで、護岸工事がなされていないことから、水質は良好であり、自然の土手場が形成されている。ブラックバスや在来魚の濃い、船等が生息している。2003年度に流域の自然を考慮した河川改修が千葉県水質保全課により行われ、2004年に維持、管理主体が、 桜市へ移管された。さらなる水質保全のため、同年3月極新京付近に、上田栗川植生浄化施設を設置した。田栗川区間は、水資源開発公団、千葉県により整備が行われた。また、上田栗川区間は、桜市、四街道市で田栗川対策協議会を設置し、1994年度に河川改修を終えている。 四街道雨水感染は老朽化に合わせ、2006年度より2010年度まで改修を行った。だが、近年は大雨時に浸水被害をもたらすこともあり、その対策を検討している段階にある。区間、延長、国時年月日、一覧、利根川水系に池花、南遺跡環上ユニット出土遺物市民と共同の川づくりと水質調査。 桜市議会会議録平成15年2月定例会。ありがとうございます。